ル様のハンバーグ、ホール様のハンバーグ。ホール様はお腹が減ってるに違いないですよ。目玉焼きはね、別焼きしようと思ったんだけど、めんどくさくて一緒に煮込んじゃったから。このね、ハンバーグソースはハンバーグ煮てる時にケチャップとウスターソースとあと白ワイン、白ワインでハンバーグを煮ながらウスターソースとケチャップ入れたら簡単にできるよ。で、最後にね、ちょっとだけ醤油を入れるのがポイントです。大人味にちょっと辛めにしたかったらブラックペッパー入れて、お子様用にちょっと甘めにしたかったら蜂蜜をちょっと入れたらいいよ。そんな感じです。あえもんの料理は本当に適当。ダーリン